ではこれから、パディの、説明会を始めたいと思います。まず初めに自己紹介します。幹事長を務めさせていただいてます、政治経済学部2年の渡辺理子と申します。同じく幹事で会計を務めています、新2年生小学部の阿部志南です。よろしくお願いします。昨年幹事長を務めてました国際教育学部4年の久住光栄と申します。お願いします。昨年副幹事長を務めておりました新4年生文化構想学部の松本奈々と申します。よろしくお願いします。では、今学期の主な活動について説明していきます。毎週火曜日と金曜日に活動を行っていて、火曜日は Zoom で、金曜日は学生会館で行っています。時間は6限の18時20分から20時を目安に行っており、入会金は、なく対面の活動に参加していただく方のみ、1500円を半年ごとにいただいています。Zoom だけの参加を希望の方は費用の負担はないので、ぜひ気軽にお越しください。で、Zoom での主な活動はブレイクアウトルームを用いたペアチャットやグループチャットを行っています。Zoom での活動では留学生のみならず海外のメンバーとも会話ができるので、ネイティブの方との会話をしてスキルを上げたいっていう方にはすごいおすすめです。他にはオンラインでのゲームやディベートなども行っているので、たくさんの人と交流できて、ゲームなども楽しめる、真面目ではなくすごい緩い感じの国際交流になってます。次にキャンパスでの活動を説明させていただきます。主に富山キャンパスの学生会館を使って対面活動をしているのですが、対面活動でも活動内容は主にペアチャットだったりグループチャットを行っています。その他に英語のカードとかを使ったゲームとかを緩く楽しんだり、あとは最近話題になっていることとかをディベートしながらみんなで楽しんでやっている感じです。これはパディで行ったイベントなどの写真なのですが、まず一番左上はクリスマスみんなでお祝いしようみたいな感じで集まったものです。これも結構緩い感じで済むので、そんな気軽に参加してほしいなって感じです。で、右上はみんなでカボチャを掘ってジャックオーランタンを作ろうみたいな感じで行いました。一番下のやつはみんなで紅葉を見に行こうみたいな感じのイベントです。これもそんなにイベントに参加するための敷居とか高くないので、ぜひ気軽に来てほしいなっていうことです。で、なんか季節ごとのイベントとかすごい結構活発に行っているサークルなので、なんかこう毎回メンバーが変わったりとか、こう固定されたメンバーで行っていないので、もう幅広い学部の方だったりとか、私たちはインカレなので他の大学の方との交流もこうやりたいっていう方にはすごいおすすめなので、ぜひこのサークルに参加していただけたらなと思ってます。で、こちらが SNS、 大体、インスタグラムとツイッターを主に使っているので、もしよかったらそこでも情報などとかいろいろ載せているので確認していただけたらなと思います。Thank you so much for listening today, and we are looking forward to meeting you again. Thank you!